皆さんありがとうございます。2月度の専属要塞に奨励社員としてご奉仕くださいました皆様、そしてオンラインにてご参列いただきました皆様に心から感謝申し上げます。ありがとうございます。ちょうど1週間前、2月6日のですね、午前5時から E テレで、私が大好きなですね陶芸家の河合勘次郎のことがですね紹介されておりました。生前河合勘次郎は生命の実相を愛読しておりまして、書斎にはいつも生命の実相が置いてあったと。でこの河合勘次郎という人がどういうお人柄でやったかということをですね、孫さんのですね佐木玉江さんという方がですねこういうふうにおっしゃっているんですね。私たち家族は勘次郎から怒鳴られたことがなく、これだけですごいですね、その口から嫌な話、人を非難する話も聞いたことがありませんでした。それは勘次郎が生きることの素晴らしさを実感し、その思いを仕事を通じて表現したからだと思いますと。まさしく生命の実相そのままに生き抜いた人生であったと。でご存知のように、その生命の実相が発刊されて今年90周年でございます。改めてですね、私たちも、生命の実相の力ですね、勉強し直さなきゃいけないなということをね思ったことでございました。私事で恐縮でございますけれどもですね、私は将棋の藤井聡太の大ファンで、ございます。昨日も王将戦渡辺名人を4連勝で破りまして、10代にして初の五冠達成という金字塔を打ち立てました。でこの藤井五冠が大事にしている言葉、座右の銘とでもいいんでしょうかね、非常に慎重にしている言葉というのがあります。それが何かと言いますとね、常識のブレーキを外せ、つまり常識を疑えということなんですね。19歳にしてこういう言葉を信条としてるっていうのはなんとすごいことかと。先だってもですね、ある対局でその藤井五冠が指した手がですね波紋を呼びました。と言いますのも、その手は一昔前であれば師匠から破門される。ちょっと苦しゅうございました。破門されるような悪手、悪い手と言われていた手なんです。ところが藤井聡太五冠が指したことによって、今では最善手、最もいいとして評価がガラッと変わったんです。つまり藤井聡太はこれまでの常識と言われた手をことごとく一から見直して、そして今や将棋界を一変させているんですね。この常識を疑えという言葉は、昨年大活躍しました大リーガーの大谷翔平にも通じますね。それまでは野球界では打ってよし投げてよしの二刀流は高校野球まで、プロに入ったらどちらかに専念しなければ通用しない、それが球界の常識だった。ところがその常識を大谷は打ち破ったわけですね。どうしてこういう話をご紹介しているかと言いますとね、この常識を疑え、その先駆者が孫子谷口勝先生ではなかったかと思うからなんです。現象はない、病気はない、悪はない、これは非常識ですよ。だから病気はないといえば、だったら病院はやらないと言われ、悪はないといえば
だったら刑務所はいらないと反論されてきたわけです。つまり私たちはいつもこの常識の壁が立ち塞がってきたんですよ。しかし谷口勝先生はその常識と言われた中で本当にそれはあるのかと、単なる現れに過ぎないのではないのかと、現れるものは現れたら消える、消えるものは本当にあるものではない。谷口勝先生は一体本当にあるものとは何か、それをずっと求めて求めていかれたわけですね。私どもはですね、そういう孫子の教えに惚れ込んで、非常識ならぬ常識を超えた超常識のその教えに惚れ込んで今ここに集まっているわけです。そうであれば私どもはですね、もう一遍超常識のその世界から人生を捉え直し、そこからまた新しい人生を、ね、作り上げていく、そういう思いに、ね、立たなければいけないのではないかということをですね、今思っているわけでございます。ここにですね、私の大好きな佐藤愛子の役に立たない人生相談、全然役に立たない人生相談というのをですね持ってきたんですがね、この中にですね40代の方がですね、実は40になってね老いを感じると、でこれからどのようにして老いに立ち向かったらいいのかという相談があるんですよ。それに対して佐藤愛子さんがですねどう回答してるか、これがですね実にいいんですよ。向き合っても向き合わなくてもどっちにしたって老いはやってくるんだから受け入れるしかない。40そこそこで何を言っとるんだ。99歳御年佐藤愛子さんがね、佐藤という割には全然甘くない、愛子という割には少しも愛のない、この突き放したような冷たい言い方、私は大好きですね。で、何が佐藤愛子さんの指導に感じるかというですね、実にですね心に響くアドバイスがその中にあるんですよ。この40代の相談者にねこう言うんですね。ついでながら一言付け加えると、老いの先には死があるということです。死んだら無になると考える人と、死後の世界があるという人とに分かれる。実証が不可能だから断言できないが、死ねば楽になるのならこれほど楽なことはないけれども、次の世界があってそこへ行かなければならないのだとしたら、これはうかうかしていられないという気になっていく。こちらの世界では寿命があるけれど、あっちは永遠だというから、できれば高いところへ行きたいと誰もが思うだろう。私は老後というものは死後の世界へ行くための準備の時間だと考えています。永遠にいるところだから永久に地獄近辺でうろつくのは嫌だよね。ではその準備とはどういうことかと言われるか、しかし今ここで述べたところで、あなたはまだ若い、あなたが60を過ぎた頃になったら私の話を聞きに来てくださいと言いたいけれど、その頃は私は死んでいると。面白いんですよ。でここにですね、老後とはあの世へ行く準備の時間だと、どうしたらいい境外に行けるか
ということは書いてないんですよ。大事なことは実はその答えが皆さん何にあると思いますか。それが俗真理の吟書にあるんですよ。毎朝この早朝行事で真理の吟書、俗真理の吟書を拝読させていただいてるんですけどね、先日読んだのがですね、俗真理の吟書の地上に天国浄土を成就するための祈りだったんですね。そこにこう書いてあったんです。多くの人々はいろいろの衆生の住むこの世界を去って浄土に生まれたいと思う。そこには仏陀や菩薩のごとき清らかな心の良い人ばかり住んでいて、さぞや気持ちが良いであろうと思うであろうけれども、自分の気持ちが良く快適な生活を送ることが目的で浄土に生まれたいと思うがごときは一種の利己主義であって、そんな利己主義の人々が浄土浄土とめがけて浄土に生まれていけば、その浄土は利己主義者たちの集団となり、そこは決して浄国とも天国ともなることはできないのであると。じゃあどうしたらいいのか。ここに答えがあるんです。自己の心の中に仏心を生ずることである。仏心、仏の心、本当に清らかな浄国、浄土に行きたいと思うんであれば、天国に行きたいと思えば、仏心を生ずること、仏様の心。それでは仏心とは何であるか。それは無量心であると。すなわち慈悲喜捨の深い心、それを積み上げることであると書いてあるんです。つまり私たちがこのからあの世に向かって準備すべきことは慈悲喜捨の無量心であると。でその具体的なことをこう書いてある。これがまた素晴らしいんです。慈徳は人の苦しみを解脱させてあげる信心であり、喜徳は人に楽を与えんと願う信心であり、喜徳は人の喜びを見て我が喜びとする信心である。しかしこの三徳を不浄なき意図清らかな姿で成就する根本徳が私心をことごとく捨てる悟徳である。ここにですね、悟徳こそが本当に大事なんだと。これから向かうあの世に向けて私たちが心すべきはいかに悟徳を積むことなんだよと、それが答えなんだと示されてあるわけですね。で先ほど私河合勘次郎のことを申し上げましたね。その河合勘次郎が先週の番組で何を言ってたかというとですね、先ほど言ったようにすっごく温和な、怒ったことのない、家族に怒ったことのない河合勘次郎がその番組でものすごく怒ったというのが紹介されていたんです。それは何かというとですね、多田野博光さんという陶芸家が若き日に、いやー才能がありませんので、自分には才能がありませんのでつい口走った時に、その時にものすごく怒られたんだ、こう言われたと。あの一遍もお叱りになかった河合先生がその質問の時だけは本気に怒られました。何お前やっとるか、お前にはお父さんお母さんがある、そのお父さんとお母さんそれぞれにお父さんお母さんがある、10代遡ってみろ、何千人の自分たちの尊いおじいさんおばあさんが遡ればある、100代遡ると数え切れるほどの無数の人になる、そうするとお前の血の一滴の中にはありとあらゆるものが存在している、つまり恵まれている、才能がないなんてお前生きている自分に対するそんなことを絶対に言ってはいかん、お前
口を開けろ。これがお前のお腹の中から才能とやろう引っ張り出してやろうじゃないか。その時の河合先生は本当に怖かったと。私たちはこのご先祖様の命の積み重ねがあって生かされている。こうやって一柱にご先祖様の名を書くときに、あ、このご先祖様があって私が今生かされている、すぐ心が清まりますよね。何を申し上げたいか、礼拝に書き記すということはそのまま社徳を生きていると思うんです。あ、もうこのご先祖様のこの命いただいて、この生かされている、それを思うだけ、もうそれだけでありがたい、これ以上の悟りはないと私は思います。一枚一枚の礼拝供養というのはそういう悟りの行ではないかということを改めて思いまして、そういう礼拝供養、聖鳥に独特の、孫子が教えてもらった聖鳥に独特の礼拝供養にこれからも真心を込めて励んでまいりたいと思う次第でございます。本日お参りありがとうございました。感謝申し上げます。ありがとうございます。